漢方チャンネル。代表的な処方に風邪などの頭痛に用いる千灸茶調さん。代表的な処方に風邪などの頭痛に用いる千灸茶調。千灸茶調さん。代表的な処方に風邪などの頭痛に用いる千灸茶調さん。代表的な処方に風邪などの頭痛に用いる千灸茶調さん。代表的な処方に風邪などの頭痛に用いる千灸茶調さん。